焦ったびっくりした、急に停電になった。よかった、何事もなくて。くーちゃんおいで。くおいで、くさっきなんですけれども、僕の住んでいるこの近辺で雷が連発してたんですね。でちょうどね、雷が遠くなってったなと思った時に停電が起きたんですよ。急だったのでカメラ回すことはできなかったんですけど、停電になってもだいたいね1分ぐらいかな、多分体感で1分ぐらいだと思うんですけれども、すぐに停電が復旧したんですね。で電気ついたんですけど、この一瞬で起こる停電を瞬時停電って言います。この瞬時停電っていうのは、停電が起きて通常だったら長時間停電が起きることが多いと思うんですけども、そうじゃなくて今回みたいに短時間、本当に1分以内であったりとか、バッと1回落ちてすぐに復旧するっていう、これを瞬時停電って言うんですね。僕は今まで瞬時停電経験したのは、以前いたアパートでも起こってたし、ここでも1回あったかな、瞬時停電。まあ、こんな感じで何度か経験はしていたんですけれども、まあ、今回改めて、あ、これは危険だなと思ったので動画にしました。何が危険かっていうと、瞬時停電って一瞬で電気は復旧するんですけど、今回電気が復旧した後に気づいたことは、ここの上についているエアコンと、あと除湿器、この2つだけは自動で復旧しなかったんですよね。ってことはですよ、僕の場合は自営業でずっと家でお仕事をしているので、瞬時停電があってもすぐに気づけて、まあ、対策を取ることができるんですけれども、例えば外出している方、外で働かれている方っていうのは瞬時停電気づかないですよね。でどういうことが起きるかっていうと、エアコンと除湿器が切れた状態になるので、特にね今この8月、台風は来る、雷は毎日のようになるっていう状況下で、しかも災害レベルで外が暑いってなると、部屋は急激に温度上がりますよね。あと例えば雷が鳴ってる時に雨が降っていた場合は、湿度も爆上がりしますよね。これはね、チンチラにとっては致命的なんですよね。で瞬時停電ですよ。もうそんな時に瞬時停電が起こると、エアコンと除湿器は止まってしまうので、外で働いている方にとっては全く気づかない出来事だと思うんですよね。で夜帰ってきたら部屋が高温多湿になっていて、チンチラ、もしくは僕の家だとデグーがいるんですけれども、デグーも同じですよね。熱中症で命を落としてしまう可能性があります。そんな時、外出先でも役に立つのがスイッチボットなんですよ。スイッチボットの温度湿度計があるんですけれども、スイッチボットの細かな内容については過去動画を出しているので、上のアイマークか下の概要欄から移動して仕様をご覧ください。でこのスイッチボットの温湿度計なんですけれども、すごい便利な機能があって、温度が何度から何度の間を外れたらスマホに通知するっていうものと、あと湿度も同じく何パーセントから何パーセントを外れたらスマホに通知をするっていう機能があるんですね。この機能があれば、例えばハブミニっていうスイッチボットのアイテムを使えば、外出先からエアコンを起動することができるんですね。ただね、除湿器に関してはオンオフっていうスイッチのまたちょっと違うね、アイテムを使わなきゃいけないので、別でそのアイテムも購入しないといけないんですけれども、ただそれらのアイテムがあれば今回のような瞬時停電には対応することができるんですよね。まあ、例えば僕の場合もよく使うのは、この部屋にいない時に別の部屋でスマホでこの部屋の温度湿度を見て確認して、エアコンの温度を下げたりとか、あとは除湿器1台の稼働だと湿度が下がらない時は2台目もスマホで起動したりとか、まあ、割とねスマホで何でも操作してるんですよね。あとうちにはトイプードルのポコタンがいるんですけれども、トイプードルのポコタンを病院に連れて行く時、まあ、大体ね2時間3時間はやっぱり帰ってこないんですよね。まあ、そんな時は外出先からでも割と僕はこまめに温湿度計を見たりしています。あとアラート通知があるので、
最悪ね、振り切っちゃってるような場合はすぐ通知がスマホに届くので、それで管理がすることができるんですよね。スイッチボットの温湿度計とハブに関しては普段日常使いでも便利に使うことができるんですけど、まあ、今回ね、この瞬時停電のように一瞬停電して電源が落ちてしまった時にもすごく役立つ機能だなと思ったので、今回ご紹介させていただきました。まだ8月に入ったばかりで毎日のように雷警報が鳴っています。皆さんもぜひこの機会にチンチラを安心して飼育できるように対策をしていただければと思います。ぷーちゃんいっぱい食べたよ、もういっぱい食べたよ。ぷーちゃん、おお、くる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 回す、器用だね。これね、チラタワーなんですけど、ちょうどこのネジの部分があるんですよね。で、これここにね、磁石がついてるんですよ。だからね、こうやってね固定できるんですよね。こう結構取るのに磁石でペタッとくっついてるの。でこれをね、割とプーちゃんがこんな感じで動かしたがるんだよね、食べたいから。おお、動かした、おお、ちょ動かしたじゃんめっちゃ器用に動かしたね今ね。おーおーおお、力強いねプーちゃん、やるねあ、諦めないね。はい、チンチラってね、しつこいからね、諦めないんですよ、なかなか。ずーっとやり続けるんだよね。さすがに諦めたかな。いや、諦めてないね、全然。なんとかして食べようとしてるね。もう食べたよ、いっぱい、プーちゃん。もうプーちゃん、いっぱい食べたよ。いっぱい食べた。おお。すごいね、執着心すごくない、プーちゃん。執着心ずっとやるね。おー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 おお、すごいすごい。まあ、こんな感じでね、可愛いチンチラですけど熱中症でぐったりしてる姿は見たくないですよね。まあ、そこは飼い主さんの腕にかかってると思います皆さんも頑張ってください。終わりだよ、プーちゃん。終わり。